フォスファミ。おはようございます。こんばんは。伊豆匠です。興味です。興味です。阿部俊です。宇藤寺です。今回のゲームは、はい、心を一つに、そしてやっぱり、エテルギーゲーム。イエーイ。美味しいお魚は何でしょうっていうテーマがあったとして、名前が書かれたやつがあって、だから枠ちゃんの一番今好きな魚がアジだとしたら、枠ちゃんはアジと思ってて、それをこの残りの4人が30秒以内に、枠ちゃんと同じアジっていうのを書いて、勝利条件はみんなが同じ絵を描いたらいいよね。絵を、ま、いや、マジマジバスファミ自分でした。いいじゃないですか。あ、わかりますね。でね、夏休みに遊びに行く場所といえばどこ？はい、30秒しかないから、ちょっと1人ずつ行けるように、でもそっちから順番に質問しよう。そうね、よし、はい、どうした？外ですか、中ですか？外。はい、暑いですか、寒いですか？暑い。冷たいなんだから。冷たい。濡れる？あー、はい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 。うわ、待って、臭い。ちょっと、あー、はいはいはい。あの、しょっぱいな遊びができる。しょっぱい、しょっぱい。銀行店ね。しょっぱい。しょっぱい。よし。銀行店。銀行？銀行。人口？おい。おはようございます。え？わかったよ。症状からしょっぱいやん。やっぱこういうところで梅干し漬けるっていうのを書くのが僕ですからね。梅干しで、あ、しょっぱい。あ、じゃあビール。はい、いきます。せーの、ドゥ。海よ。ごめん、しょっぱいわ。ちょっと待って。ちょっと待って。ごめん。一緒だよ。せーの、ドゥ。バスファミ。さあ、おみくん。よし、はい、いいね。やってください。東京で観光するならどこ？うわ、むずいね。広いね、結構。でも、さあ、え、最近行った？いや、わからへんやったの。高いですか？国内室内。はい。都市部、真ん中ね。ありません。人多い。よし、さあ、行くさ。もう一斉に、はい、よ、せーの、え、浅草やっと、やったね、やったね、これすごいね、すげえ、本当にすごいね、適当に書いてあるんだ。でもさ、むずいよな。人多いところまで結構なんかいいところに行ったなと思ったけど、人多くないやん。やばい、剣がブラックホールや。ちょっと待って、ボスファミ。3本目。三文字の野菜といえば。うわ、おお、はいはい、そのときは、はいはい、これ、なんだろう、分かってます。はい、決めましたか？何色？赤。青。反対から読んでも同じ。おいしい。あっ、いいかよ。もういい。出す。あ、大丈夫。じゃあ、一応聞くか。俺、食べれる。あ、食べれない。終わり。せーの、正解ですかね。正解ですね。簡単すぎたけど大丈夫。やったー。ボスファミ。お、いけ。玉焼きに、あげよう。え、の、一緒に行きましょう。じゃんね。主役の方で、普段、お、せーの、え、お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 、お、え、お、今、おみくんが一番行きたい国は？国か。すぐ書いてますね。そうなんですよ。よーい、スタート。暑い。飛行機で何時間ぐらい？ 10 分ぐらいかかる。じゃあ、何が行くの？何行きたい？まあ、2つ理由がある。ちょ、30秒だった。30秒だった。ウィンタースポーツ。ウィンタースポーツ。あ、はいはいはい。ウィンタースポーツ。と終了でーす。ジャスティン・ビーバーって聞こえた。ジャスティン・ビーバーっすかな。ジャスティン・ビーバーっす、最後。うん、これ、分かるけど。
せーの。おい、イエス。おい、ラグビー。おい、そう、バンクーバーハイのシンプルだ。ボスファミ、ボスファミ、おい、ラグビー。ヒーローといえば、これはもうサービス問題。よーい、スタート。宇宙、宇宙というか、そう、政治名称。え、ラグビー、ラグビー。名前じゃない。終了でーす。名前じゃない。名前じゃないんですね。でも、では、せーの。おめえ。キュッ。俺は無理でしょ。キュッだわ。ボスファミ。コーキャン、出ちゃった。あ、来たよ。これは冷たいね。冷たいです。では、いきます。はい。おにぎりの具といえば。いいじゃん。おにぎりの具ね。よーい、スタート。何色？茶色。一緒。コンビニで買うんやったら高い。あー、あー、あー、超高い。中くらい。焼いてるそれ。焼いてない。何？違う。焼いてないの？焼いてない。何やねんそれ。了解。了解じゃない。あ、まあ、欲しい。特にない。え、煮込んでる。煮込んでる。めっちゃ煮込んでる。めっちゃ煮込んでる。ラーメン煮込んでる。わからん。わからん。そうだって。丸い。丸い。すー。丸い。おにぎりはいない。あ、いっぱいある。いっぱいない。ちょっと待って、わからん。わからん。煮込んでる。せーの。煮込んでる。煮込んでる。そう。ほら。シャーッ。そうだから、本当に自分の好きなのやって。正直やもう食べれない。ボスファミ食べたい。一番食べたい。次、マキちゃん、みんな俺を信じて。ありがとうございます。これで終わりましょう。終わらん。山手線の駅といえば。オッケー。山手線の駅やろ。俺でも分かるのにしてる。みんなで分かるでしょ。うん。そうしたいんだよ。では、じゃーい、スタート。人多い。多い。何文字？平川さん、文字書いてへんし。よっしゃ、偉人とかある。ある。よし。あるよ、何文字も問題。あるよ。古着屋さん。あ、ホテル。なんか最近行った。行ったね。撮影するよな。そこね。おぉ、そうだ。するよね。おぉ、よし、よし。死んでるよ。男のマシ。マシ。はい。終了です。いいね。帰ろう。せーの。いいよ。渋谷。オッケー。よっしゃー。ボスファミ。めちゃ頑張りましたね。ちょっとファインプレーも出て面白かったね。結構ミラクルだったね。時間はかかったけど、心が一つになったので、皆さん、心が一つになるまで諦めず頑張ってください。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。